どうも、いつもご視聴ありがとうございます、黒田正樹です。今日ね、また緊急企画で動画作ってるんですけど、この間からね、ニュース的にちょっとね、緊急で、お出ししました。こちらのゴンザレス、こういう感じの箱ね、ゴンザレスレギュラーカント、レギュラーカントで RC って書くんですけど、まあ、このゴンザレス、アルトサックス用もね、もう届いてます。で、早速自分用にね、ちょっとだけ作っていたね、もうね、箱開けてびっくり。もうね、やっぱ繊維が全然こう分からんだろうな綺麗だと、まあ、綺麗っつうか、その輝くこの繊維ね、これでね、なんていうのかな、こう、まあ、ちょっと硬めの番手のやつなんかだと、こう暗い色の筋が入ったりとかいうのがあって、それはね、剣の節に近いところだったりすると、そのちょっと黒いもの、黒っぽいやつってあるんですよ。でそこはもう問題じゃないんですよ。どっちかっていうと、そんなのやつの方が長持ちするん でそこ、そういうあれじゃなくて、もう繊維の入り方がもう全然ちゃうんだよ。もうキメが細かいで、もう作ってても楽しいし、もちろん吹いても楽しいんだけど、作ってても、まあいいよな、これいいよな、なるだろうなと思いながらね、こうリード作るんですよね。で、自分用にちょっと1枚ね、作ってみました。今日はね、アルトサックスは皆さんお使いのものとあんまりね、こう変わっているものを使うと、それマウスピースが違うんじゃないとか、こういうことになるんで、できるだけ普通のやつで、私の持ってる中ではね、一番普通に近い、これマウスピースは柳沢のラバーです。楽器買ったらついてくるやつで、ただちょっ と,、これは僕が演奏するように僕用のチューンはしてもらってはいますけども、僕が持ってる中では一番標準に近いね、皆さんが吹いているようなものにだいぶ近いと思います。でこれでね、ちょっと吹いてみようと思います。で何回も言ってますけど、このリガチャ、こう仙台の尾崎先生の作られた、革製の方のリガチャね、これラバーのマウスピースには僕もこれが一番いいんじゃないかなと思ってます。でこのキャップがね、かっこいいですよ。こうね、こういうボタンがついていて止まるんですよね、これね。これも手作りで作ってくれてます。でこれをね、使ってちょっとそのゴンザレスどんな感じの音がするのね、まあ、なんかの参考になればいいなと思いますんでね、やってみようと思います。
まあ、あの強い吹き方、優しい吹き方、いろいろ試してみました。で、あのやっぱ吹いてて気持ちいいですね。これはね、番号は3.5から、まあ、ちょっと、まあ、あのそのままだと、結局どこのメーカーでも僕が直せば、形自体は整うので、若干そのメーカーの出してたその特徴は残したままだけども、整えるのは整えちゃうので、まあ、形に関して言えば、まあ、あの取り立ててその特殊な形はしてない。だからやっぱ素材がいいんですよ。で、素材に関して言えばもうこれはもう僕の手ではどうしようもないので、だからもうできるだけそのまあ、よくねおすすめのリードっていうのはやっぱ素材がいい。もうここいい剣使ってね、ここっていうメーカーをおすすめしてます。で、まあでもまあまあ取れた時期こうなんていうの、剣を、収穫した時期で、まあもう今年は、まあ今年はっていうかそんなにありじゃないけど、何年ぐらいはあんまりいまいちなんだよねとか、でこれは仕入れた時に一通り吹いてみて、まあ、自分用一つ作ってでそれを吹いて良し悪しを判断してるので、でまあこれいいねっていうやつはねもうおすすめって言ってお売りしてます。でその中ではねもう文句なし、ゴンザレスリードは素材的にはもう全然文句ないです。で今回仕入れさせていただいたやつはとってもいい時期の件、まあ、今が悪いってわけじゃないんですよ。今が悪いってわけじゃないんだけども、本当にその素材的に、いやこれ本当優れてるねと、言ったところの件で、あともう一つはなんていうの、普通のお店でね、リードを売ってる時にお店の作りによってちょっとね注意が必要なお店ってあるんですよ。っていうのはこのこと YouTube で言っていいのがいいのかどうかわかんないけど、お店って建てるときに、まあ、明るく見せたいじゃないですか。で、まあ、楽器がしまってあるケースなんかはガラスケースなんかは、まあ、明かりがついてるから、まあ、綺麗なんでどこに置いてもいいんですよ。そうじゃなくてレジの周りね、レジの周りってもうやっぱりこう明るく美しくしておきたい。なので結構ね夕方になったら西日が差してるようなお店ってあるんですよ。で、こういうリードとかの小物はレジの近くに置いてあることが多いんですよね。でそうすると直射日光が当たってて、で、まあ、すぐに売れればいいけど売れ残りになっちゃうと箱がもうすすげてる、紫外線が当たって色素が抜けてるのかどうかは知らないですけど、例えばバンドレンの青箱は紺色じゃないですか、大体最初ね。それがねもうなんちゅうの、すすけて灰色に近くなってるやつ、灰色、これ灰色みたいな、うん、そういうやつとか、まあ、たまに安売りコーナーあるんですよね。で僕はそういうの買わない。中身は大体傷んでる。でまあ、試しにすっげえ安いと思って得したと思って買ったこともあるんだけど、吹いてみて残念、中身がもう劣化してる、まあ劣化してることが多い経験上ね。でそういうのはあります。実際未開封なのにっていうことはあります。でまあ昨今のねバンドレンさんの個別包装になってるやつがどう、それそういう状況に置くとどうなるのかまだ実験はしてないんだけど、まあ、昔のその吸箱、いわゆるこういうカビの箱ね、こういう箱で売ってるやつに関して言えばそういう注意は必要だから、リード買うお店はすっげー選ぶで、これに関して今回のね入荷したやつに関しては小売店から買ってるわけじゃないのでそういう心配ありません。で箱もどの箱も取っても日光にさらされて、こう長時間ね日光にさらされて箱が変色してますねっていうのはもう一個もない。ちゃんときちんと管理しておられる場所から、信頼できる猿筋からご購入してます。ご購入じゃない、購入してます。でゴンザレスについてはいくつかのお店と、内緒なんですけどいくつかのお店とやり取りしてます。で
ゴンザレスの中の人も、お話ししたこともあります。で、まあゴンザレスのリードっていうのはアルゼンチンで育てた犬を使ってるんですよ。で、普通の、まあ、前提条件、そのリードの犬っていうのはフランスの南の方のバール地方っていうところがあって、そこでしか、まあ、うまく育てらんないって言ってたんですよ。で、世界中いろんなところで育てた実績はあります。例えばオーストラリア犬とかで、スペインとかは聞いたことあります。ただ実際メーカーとしてあんまり残ってない。スペインはあるのかな。オーストラリア犬はもう今ないと思います、おそらくね。で、最近中国で犬育ててリード作りましたなんて話があったんですけど、それどこのメーカーかも言いませんけど、買いました。中身はね、あれはね、僕は犬じゃないんじゃないかなと思います。買ってきていきなりもうもったいない話ですけど、買ってきていきなりパキン割るんですよ、これ。そしたらパキンって割れちゃうんで、繊維がこう残らない状態になるんでね。中国で作ってるのはあれは剣じゃなくて、剣によく似た何かだとは思います。まああまり中華はどうかなと僕は言いにくいんですけどね、思います。で、ここに持ってきてそのアルゼンチン犬、これはもう本当にすごい。で、ゴンザレスの中の人に聞いた話だと、こう山脈があってね、海から来た空気がその山脈越えるとって風来るんだけども、その余計なその塩気を含んだ水分とかは全部山のこっち側に落ちちゃうんです。で、乾いたちょうどいい風がこう畑の方に来る。で、その山脈の山越えたところ、海から山越えたところに畑があるらしくて、そこがめちゃくちゃいいんだそうです。で、まあそこはね、農家じゃないので詳しくは分かんないですけども、結果として言えることは、アルゼンチン犬はフレンチ犬を超える。で、実際問題、比べてみても、うわ、これは超えてるねって言えるものが多数見つかる。なので僕はアルゼン、ちょっと前からちょっとこういう箱もあるんだけどね、今回仕入れてないというか仕入れられなかったんだけど、ジャズローカル627、かなり気に入って使ってました。だから今でも楽器のケースに入ってる。何人かな、よいしょ、リードを買っていただいたお客様もいらっしゃると思いますけど、使い心地良かったと思いますね。で、あとね、もう一つ言っておこうと思うのは、途中でちょっとね、専門家じゃないんですけど、クラシカルな感じで、で、なるべくその見よう見まねで、優しく吹いたやつがあるんだけど、さっき、ね、吹いたんだけど、クラシックとか吹奏楽とか演奏される方でね、ゴンザレスの RC、 ゴンザレスクラシックっていうのは別にまたあるんですよ。で、そっちの方がやっぱりそのクラシック向けって思って作ってるんで、まあ、よりそっちの方がいいんだろうと思うんだけど、この僕はこのゴンザレス RC でも全然大丈夫だと思う。まあ設計というか、まあ、見た感じやっぱりそのジャズ向きのリードを目指して作ってるんだろうなと思うんですよ。でもこれをその吹奏楽の方、吹奏楽をやってらっしゃる方にお売りしても、これいいですねっていう話はすっごいいっぱいいただいてます。で、できればゴンザレス買いたいんですけどっていうリピートのご注文をねいただいてることもありますね。なので本当にレギュラーカットっていうのはオールマイティーだなーって僕は思ってます。だからゴンザレス RC はオールマイティー、ジャズ向けに特化したのがさっきの627、クラシック向けに特化したのが、ゴンザレスクラシックね。で、まあそのゴンザレスクラシックとそのジャズローカル
の方がね、今手に入りませんので、それをもうお店でね、あの買ってもらえばとは思いますけども、ただあのゴンザレス自体はどこのお店でも買えるとは思いますが、私の挑戦したゴンザレスは私のところで、しか扱っていませんので、それはね、あの Facebook などで、一言声をかけていただければ、数週間後にはあなたの手元に届きますね。在庫の方はかなりあります。ただ柔らかいものからやっぱり順番に売れていくんで、遅れると硬いやつしか今ないんですよっていうことにはなります。僕はもう確実にそうなります。これは何を買ってきてもそうなりますんで、で、まあ、あの今だったらまた全然何でもありますけど、まあまあ今はね、あの僕の手元になくなっても卸元さんにありますんでね。ただ卸元さんの方でももう柔らかいのはだいぶはけてる状態なんで、まあ柔らかいの欲しい人はね、できれば急いでください。で、ソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス、全部あります。でね、実は自分用のやつね、まだ吹いた時にね、動画撮ろうと思うんだけど、テナー用はこの間やったんで、バリトン用、それからね、ソプラノ用、ソプラノ用は僕昨日使ってたんですよ。で、昨日ね、ちょっと5時間ぐらい演奏する仕事があって、で、ゴンザレス藤田さん5時間持ちますよ。1枚で5時間いけますからね。5時間どころじゃないけど、まあ、で、もう本当にね、最高だったね。で、あとね、今日ね、僕今バリトンサックスは入院中で、で、バリトンサックスの動画も上げたかったんだけども、吹けるタイミングがなかった。なので今日ね、今日午前に生徒さんにね、バリトンサックスをお教えしてきたんだけども、1枚ね、もうプレゼントしたんですよ。で、どうって聞いたら、もう最高、すごい気持ちいいですと。で、次注文するときはこれが欲しいですっていう話してました。でね、狙い目はね、ソプラノとね、バリトン。これはね、硬いのから柔らかいのは何言ってもある。で、テナーは柔らかいのが正直ちょっと少なくなってきてるので、まあ、多少のことだったら、例えば3半から削って2半とかね、そのぐらいのことはできます。アルトも、2半って言われても別に3番ぐらいから2半は作れるからね。だから、まだ大丈夫。3番とか3半あたりがなくなって、ちょっと4番しかないんですよってなっちゃうと、4番から2半作ってくれって言われるけども、それはね、もう無理。これはね、やったらできるかもしれないけども、ちょっとリードとしておかしいんじゃないですか、この形だと。いう形になりかねない。あとはね、僕の手間が大変。なので、もう勘弁してほしい。なので、そういう意味ではソプラノバリトンはもうふんだんに物があります。で、テナーが一番少ない。やっぱりね、人気で、テナーの柔らかいのはもうちょっとでだんだんなくなっていくと思うな。アルトサックスは今注文いただいているのがすっごいたくさんいただいてて、でも全然賄えるほど在庫ありますから安心してください。ただあんまりのんびり構えてるとなくなっちゃいますので、そこだけちょっと注意していただければと思いますね。というわけで長くなりましたけど、今日はこの、ゴンザレスリード、ゴンザレス RC、 こちらのね、宣伝をさせてもらいました。超おすすめリード、今なら在庫があります、ね、これしつこく言ってるのはマジいいと思ってるんですよ。なんでわざわざこうやって出してるんですよ。同じ顔やったらこれ買いってマジいいからと思ってます。というわけでね、今日は、そういった、内容でお届けをさせていただきました。じゃあ明日の動画も違うな、今夜の動画もよろしくお願いいたします。